前回の AGA 検査でね、私がとんでもない数字を叩き出しましたので、うん、案件の業者様よりご好意で。ご好意心配してくれたってこと案件の方も。どうするって言われて。やるって言われて。やりました。3ヶ月間私 AGA の薬服用いたしました。あ、飲んでましたね、はい、どうなったのかっていう話ですよ。はいはい、あ、はい、なるほど。もう一回あの僕らがやった検査を僕はやってないけどやってったってことですね。そう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 。あ、なるほどね。ちょうどハムちゃんおらん時に今回にやってもらいました、うんうん、今回は数値が変わったってことか。変わったかっていうことですね。変わったんじゃないのかっていう、うん、前回、はい、僕がいくつでハムちゃんがいくつだったかっていう話ですよ。何やったかいな。ハムちゃんがねさっき見たら、はい、1.8。おー、まあ少なかったですね、はい、うん、2切っとったか。ゲージのマックスが8だったよ、はい、そう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 。あ、だからそれを振り切っとった。振り切って僕が9だったよ、うん、9、そうで、ゲージが10やったんですよね。そう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 、確かね。私、ハムちゃんは1.8 でございます。あなたの AGA リスクレベルはステージ1、低いです。あなたの DHT 値は 9.0。 ごめんなさい、僕 8.0 マックスだと思ってたんですけど、これどうなってんすか。マックス値が違う。あ、ほんまや。だから、ほんまや。ちょっと待って、ちょっと待って。それをさっき見返して、はい、うん、アホみたいなことしとったなと。それを踏まえて、うん、僕が9よりも低くなっているのか、うん、ということが大事になってきます。そうですね。でもこの結果を見てしまう前に僕は言いたいことがあります、はい。毛深くはなった。それだけはもう自分の判断。なんかそう、なんかこう予防線みたいなの引いてますね。でも、うん、ここの生え際がちょっと前進した気がする。どうなんやろうな。でもそういうのって基本自分しか分かんないじゃないですか。筋肉とかも最初自分しかついたって分からんけど、人に言われるのにね 2,3 年かかるから、そういうもんすよね。はい、うん、しました。というわけで見ていきましょうか。はい、本当に怖いです。まだ見てない。全く効果なかったとしてなんか申し訳ない気持ちになるから。まあね、でも本当にね、この辺の毛はマジで増えた、うんうんうん、それは増えた、うん、もうそれだけ。はい、いきますよ。はい。え、なになに、怖い怖い怖い。いきます。はい。1。マジで。え、ほんまや。間違えてないよね。1やん。ほら、え、8.0 がゲージのマックスになってます。また気づかれた。え、ほんまや、俺より低くなっとる、うん、え、しゃ、びっくりした。 1? びっくりした、本当に。あれじゃないですよね、そのやらせとかじゃないですよね。え、ほんまや、すごいすごい。こんないい被験者おらんやろ。ちょっと待って、え、そんな下がる。ほんと僕か、これ。僕のやつだよな。女性のとかじゃないですよね。リカさんの髪を送ったとかじゃないですよね。え、すごい。ちゃんと今さ、廃業見せていただくことで結果。いや、まだ結果としてはしっかりは出てないんじゃない。あ、まあ、まだね、まだ。伝わる？どうやろうな、ちょっと怪しいな。わからん。わからん。わからん。だから、進行は抑えれとるっていう状態やと思う。完全にそういうことだよね。そうそうそう、そういうことやと思う。うん、だから、抜けた分って基本的には戻らないみたいなこと言うじゃないですか。よっぽど頑張らん限りは、うんうん、だけどその今より低くなることはないっていう感じですよね、今のところは。おそらく、うん、いや、すごいよ。普通にハゲを止めることができた。止まった。ハゲは止めれるぞ。いや、だからこれ早めやったら早めなほどいいってことですよね、多分 ね。でそれの詳しいことをこの後、うん、本当にちょうどリアルタイムでこの後、うん、病院に行って先生に伺うと、うん、すごい。先生も笑うでしょ。どうなんかな、よくある話なんかな。先生からしたら、ああそれはそうですよ、3ヶ月やったら当たり前ですよっていう感じなのか、えらい下がりましたねみたいなのか。どうなんでしょうね。どうなんやろうね。気になりますね、これ。でもまあ先生的には3分の1ぐらいかな、大体って言ったら。大成功、成功、あんまりみたいな。大成功ってことですよね。数値的には大成功。9分の1ってことですよ。すごいっすよ、そんなの。だってこれで僕この薬のおかげで筋肉ついたんじゃないかなって思うぐらい。逆ですよね、基本的にはね、うん、そうそう。で、うん、ちゃんと調べたらドーピングもちゃんと引っかからんかったし、うんうん、みんなやった方がいいよ。やった方がいいかもね、これ気になる人は、うん、というわけで、では先生のところに移動したいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。数値どうでしたか。数値がもう驚きの、はい、驚きの 1.0 でした、はい、ああ、そりゃすごいですね、うん、前回が 9.0 ですね、はい、9分の1。それほど良くなる人っていうのも珍しいですね。あ、珍しいですか。珍しいです、ね、あ、そう、それも聞きたかったですよ、今日、うん、
前回お話ししましたように、当然そんな見た目髪の毛をバーッと増えてるわけではないと思うんですけども、まあまあまあ、そうですね、これからの、これから生えるであろうっていう、そういう予測ですよね。はいはいはい。それと髪の毛がまた脱落してくるリスクが少なくなると、それを表してるというふうに理解していただければと思います。まあ、よかった。これからいい方向に向かっていくと思うんですけども、はい、使用感っていうのはどんな感じでしょうか。僕はザガーロっていうのとミノキシジルを内服したっていう、はい、もうそれだけですね、はい、を3ヶ月飲んでみて、本当に特に飲みにくいとかもなく、はい、普通に毎朝一つずつ飲むっていう、はい、それだけですね、うん、まあ短期的な副作用としては、あの大きい吐き気ですね、まあ、そういうものがあの短期的な副作用としてあります、うん、で長期的なものは、まあ、一番大事なとこなんですけども、肝臓の障害、腎臓の障害、うん、まあそういうのがあります。ただこの AGA の薬合わせてもですね、皆さんが思ってるほどあの副作用っていうのは高いわけではない。まあ、ざくっと話しますと、さっき早期の副作用としてはもうほんと 3% 未満、痛み止めとかそういうお薬と大体同じ頻度ですね、うん、であと問題はあの肝障害とかですね、腎障害、これあの非常に高いというふうに思われている方が非常に多いんですが、薬一般としてはですね、それほど強くない。これは私あの何万人か処方させていただいてですね、肝機能障害、腎機能障害になって重篤なあの悪化を見たと、そういう人はおられない、うん、本人様のその感想ですよね。髪の毛が少しこう増えたとか、そういうことは何か感じることはありますか。僕はありましたね。本当に生え際がこう、まあ、生え際ぐらいしかもう見えないんで、僕の髪型だと、だから生え際がちょっと前に行った気がしますし、あと体毛が明らかに濃くなりました。ちょっとだけ。これ体毛はですね、大体あの 5% ぐらいにあの濃くなる。少ないんちゃう。逆に言うとですね、そういう方っていうのは効果が非常に高く出てる人が多いです。なるほど、出てるんだね。手や足に生えるぐらいですので、うん、あのまあ、頭髪の方もかなり効果が。なるほど。じゃあ僕はやっぱ案件に対してはすごくいい被験体だったっていうことになるんですか。そうですねこれどれぐらい服用した方がいいとか、例えばそのもう減らしちゃうとその分毛も減っちゃうのかとか、そういうのを今日聞きたいなと思ったんですよ。ああ、なるほど。まあ、できればですね、1年、2年お続けになった方がいいと思います。ただ、あの前回お話ししたようにですね、治療をするかどうか、継続するかどうかっていうのは、もう患者様が決めることなんですよね。ある程度生えてるんで、まあいいかと。そういうことであれば、もうおやめになる方もおられますし、あと注意するのがですね、いきなりやめるとですね、反動が来てですね、また脱毛の状態に戻ることもあります。あ、じゃあ一回増えた毛はそんなやめたからって言って徐々にやめていけばすぐなくなったりはしないっていうことですか。そうですね。ただあの反動で、まあ、悪くなる方もおられます。10.0 みたいな。例えば今お薬2種類飲んでいただいてるのを、はい、あのまあ効果がある程度1年2年続けば1種類にするとかですね、うん、とりあえず続けるよね。まあそうでしょう ね、うん、続けたほうがいいでしょうね。でもこれ怖いですね、やめるときね。ちょっとね1年ぐらい続けてみてそこから考える。ハムちゃんは今のところ大丈夫だもんね、うん、多分でもまた今やったら前より悪くなってる可能性もあるってことですよね、うん、そうです ね、うん、ね。今僕がお願いしている内服薬がザガーロとミノキシジルだと思うんですけど、はいはい、これで月おいくらでしたっけ。月16,000円です。まあ高いといえば高い、安くはないけど、うん、でもだからどこまで高いといえば高いですが、うん、もう私どもはあの正当なその薬、国産のお薬で治療していますので、まあそれを高いというふうに思うか、あのまあ高くないっていうふうに思うかっていうのは各自のお考えっていう、うん、それはそうですね、はい、これだけやったらプロペシアだけやったらいくらになるんですか。
プロフェッショナルだけだったら、5000円弱。あ、なるほど。だからこう早期発見できれば現状維持でいいわけですもんね。確かに早期発見できれば安く済むってことですね。確かに。なるほどね。今回僕めちゃめちゃいい結果が出たんですけど、数値上めちゃくちゃいい結果出ましたね。いいですよね。ちょっとね、周りにもちょっと気になってる友達とかいるんですよ、はい、そういう筋トレ系の知り合いで、はいはい、もしよかったらちょっと紹介というか、はい、そいつの方が、はい、この僕ってもう結果が見えづらいじゃないですか、はい、だから今回まあこういうキットとか使わせていただいたと思うんですけど、はいはい、そいつはもうしっかり普通の髪型で、はい、ちょっと気になるなっていう感じのがいるんで、はいはい、そういう経過とかも見るみたいなとか、はいはい、できたりもするんですかね、はい、また。だからまあかなり進行されてですね、ちょっと毛根の方に障害がある方は治療が難しい、はい、なるほどなるほど、ことが多いんですが、はい、まあ、大概の方はですね、治療は可能です。僕みたいな髪の人でもね、こう見た目で変化が僕はちょっと分かりづらかったんで、今回検査キットというものを使わせていただいて数値で結果を見ることができました。なんでそういうもう2パターンからこう結果を見ることもできる、この AGA 治療いいでしょっていう話です。うん、まあおもろいっすよね、普通に面白い、ね、毎回このリアクションが出るって本当、ね、楽しかった。これコンプレックスみたいなところってね、みんな言いにくいとは思うけど、でもみんな気になるよねっていう、うん、で僕はそのあんま気にしてはないけど、結果がこんな出たら嬉しいし、うん、そうっすよね、うん、これ結構みんなの希望になったんじゃないでしょうか、うん、でここがイースト駅前クリニックさんって言って、結構主要都市の駅前には結構いっぱいあるみたいなんで、皆さんお近くのところでぜひまず問診から行ってみて、その数値とか調べてみたら面白いと思うので、ぜひおすすめでございます。じゃあこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レモンチャンネルのハームちゃんと原田マンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。